ミルディン大橋より北進する帝国軍は新帝国派のグロスタール家領を抜け、反帝国派の旗頭であるリーガン家領に侵入。名手クロードが待ち受ける領都デアドラに攻めかかろうとしていた。いよいよお出ましか。やれることはやった。ここからは互いに札を出し合って最後は力比べだな。クロードは市街を封鎖して軍港に陣取っているようね。ならばわざわざ市街から攻める選択はないですな。ええ、クロードの考えに乗りようで気に食わないけれど、軍港を奪取し市街への入り口を抑えればデアドラは制圧できるわ。各自そのつもりで進軍なさい。軍港からデアドラの市街へとつながる門は3つあります。全てを確保すればたやすくデアドラを制圧できましょう。さて出番だ、パルミラの精鋭よ。帝国軍の横っ腹をついてやれ。同盟が恐れるその牙と爪、今だけは同盟のために使わせてくれよ。任せとけ坊主。ナデル様の無敗伝説に今日また一つ武勇伝を加えてやら。あの旗と軍曹、パルミラ軍。やってくれたわね、クロード。偽装ではありませんな。あの将、パルミラのナデルという男です。急ぎ対応しなさい。特にパルミラの竜騎兵に注意して。戦場を広く見なくては。援護を申します。逃がさない。すまん坊主、俺たちは退散するしかねえようだ。また強くなれた。ナデル、十分だ。生きてたらまた会おうぜ。パルミラの将は撤退に追い込めた。これ以上の増援はなさそうね。ならず、レスター諸侯同盟領の命運、我が野望と共についえたりだ。あとは任せたぜ、エデルガルト。いい世の中にしろよな。皆の者、勝ち時をあげなさい。デアドラは我らのものとなったわ。
ディアドラは陥落して同盟は瓦解した。名士もこの世を去ったわ。クロードが同盟にいる限り反帝国派は彼を担ぎ上げようとする。犠牲を最小限にとどめるためにも彼だけは撃たねばならなかったわ。ただ終わってみれば全て彼の手のひらの上だった気もするわね。彼がいなくなった後の同盟がどうなるか、それがわからない彼ではないはずよ。ビーガン家を除くほとんどの諸侯の領地は無傷で残り、帝国の支配下に組み込まれる。民の暮らしが荒れることもないし、無駄な血が流されることもない。それがクロードの望みでもあったのかしら。もちろんデアドラで彼の策にはまって私が死んでいれば、結果は全て逆になったでしょう。無傷の同盟軍が帝国へとなだれ込む。クロードはどちらに転んでもなるべく平和に近い道を選んだのかもしれないわ。ヘーデルガルト様、デアドラの接収完了しました。同盟の事後処理については予定通りベルグリーズ博にお任せします。あれ、親父も来てんのか。西へ東へ大忙しだな。我らはこのまま大修道院へと戻り、次なる王国との戦いに備えましょう。ええ、ありがとう。皆のおかげで同盟との戦いは一応の決着を見せた。まだ油断はならないけれど、当面は対王国の戦線を強化していくわ。教団の戦力が加わった王国軍はかなりの難敵であることは間違いない。これからも皆の力を頼りにしているから、さあ凱旋よ。よっしゃー、俺凱旋行くぜ。戦いが終わりに近づくのは嬉しいわね。ただ激しくもなりそうなのよね。王国軍、セイロス教団、不足なしです。当たって砕きます。粉々。砕けますじゃないのか。合ってるはずなのに微妙に釈然としない。まあ先生がいる限り負けはないですよ、どんな相手でもね。多分。怖いですって怒ってますって。でもあの白き者の姿になるのってずっとは難しいんでしょうかね。そうね、ずっとあの姿でいられるならいくらでも修道院に飛んでこられそうよね。おそらくは非常時に備えて取っておく必要のある力なのさ。希望的な観測だが、いずれにせよ相手が大司教でも白き者でも我々は止まれないのだ。未だ半分されど半分、間違いなく前進しているよ私たちは。我らの歩みを止めることなど誰にもできませんよ。高架の章、天魔の説、剣と盾の螺旋。デアドラの陥落によりレスター諸侯同盟は瓦解、旧同盟諸侯は帝国の傘下に入った。フォドラ東方を制圧して高架の憂いを絶ったシュヴァルツァ・アドラー・ヴェーアはいよいよ王国侵攻に動くが、以上がベルグリーズ博からの報告になります。陛下の予想通り旧同盟領は全て帝国の統治に協力すると。ですがクロードのこと
死してなお毒を残しているかもしれません。隙だけは見せぬよう気をつけてください。わかったわ。今のところ問題なく王国を攻められそうね。は、しかしアランデル校がデアドラに入りました。どうやら旧同盟領にある英雄の遺産の回収を始めているようです。好きにさせておきなさい。今は何も言うべきではないわ。わかりました。では王国についてですが、やはり一枚岩ではありません。王家たるブレーダットほかいくつかの家を下せば問題なく収まるかと。主だったところではフラルダリウス、ガラテア、ゴーティエ、カロン。城塞都市アリアンロットを抑えるローベ家はこちらに着くはずでは。それがフラルダリウス家の当主ロドリグ卿が都市に入っておりまして、あるいは動きをつかまれていたのでしょう。そう、一気に王都フェルディアを着くというのは難しいかもしれないわね。は、いずれにせよ体制が整い次第王国方面へ出陣ということで。ええ、その方針には変わりないわ。先生は何かあるかしら。今節もまた戦いの準備に奔走しなければいけない。先生も頑張って。まさか今の声を聞いて。ええ、何でもないわ。何でもないと言っているでしょ。ただちょっとネズミが出ただけ。少しだけ苦手なのよ。前に話したでしょ、球場の地下で鎖につながれていたと。そこにもネズミが数多くいたから。先生、早く部屋を出て行って。確かヒューベルトが呼んでいたわ。それと私着替えたいから、とにかくこっちを見ないでお願い。なら今すぐ忘れて。忘れなさい、即礼よ。エーデルちゃん、見て見て、これもらい物なんだけど。あら、誰からもらったんだったかしら。まあいいわ。これがね、ドロテア。贈り物をもらった相手くらい覚えておいたら。ええ、そうね。確かに申し訳なかったわ。一体どうしたの。近頃男に見向きもしないわよね。悩みがあるようにも見えないけれど、もし何か問題を抱えているなら。大丈夫よ、心配しないで。問題も悩みも特に何もないの。ただ最近どうにも身が入らなくてね。仲間はともかく他の男に惹かれなくて。そう、原因は分かっているの。それがね。何かしら、そんなに見つめて。私が原因。いや、違うわよ。うん、違わないかもしれないけど。どういうこと。エーデルちゃんと一緒にいてこうして話したりしていれば男のことなんて気にならなくなるから。原因なんて何でもいいのよ。
そう、気にならないのならいいけれど、でも根本的には解決していないわよね。やはりしっかりと原因を調べて。エーデルちゃん、大丈夫だって言ってるでしょ。それ以上言うなら、あなたが主役の歌劇を今ここで作り上げるわよ。そして私が高らかに歌う。分かったわよドロテア、あなたを信じるわ。でも歌劇だけはやめてね。前にあなたが歌った時も本当に恥ずかしかったのだからどうしようかしら。この戦いが終わる頃にはあなたが主役の歌劇が完成しているかも。エーデルちゃんの役は私が立派に演じてみせるから安心して、うん、本当にありえそうね。でもあなたがエーデルガルトの役をやることはできないわ。なぜ？わからない？私の物語にはあなたが必要だもの。あなたにはあなた自身のドロテアの役をやってもらわなくちゃ。そういうこと。エーデルちゃん、本当にあなたは。エーデルガルトさんとお花の世話楽しいですね。ええ、ベルナデッタは随分手慣れているのね。家でもよくお世話してましたからね。お花はいいですよ。話しかけてこないし、怒らないし、殴らないし、とっても可愛いです。それはそうでしょうけれど。あ、でもエーデルガルトさんも可愛いです。違いました、可愛いじゃなくて、話しかけても怒っても大丈夫ですから。なるべく怒らないようにするわ。エーデルガルトさんは優しいですね。最近少しだけ怖くなくなりました。貴族は怖い人ばかりで、あんまりいい思い出ないですけど、エーデルガルトさんとこうして話せただけでも修道院に来てよかったです。私も嬉しいわ。最近は仲良くなってきた人もいるのでしょ。バーリ家の引きこもり娘の噂は聞いていたけれど、想像していたのと違ったしね。やっぱり噂になってたんですか。いや、聞かなかったことに気にしなくていいわ。噂よりもあなた本人がどうあるかが大事なの。そうですね、修道院に出てきてる時点で引きこもりじゃないわけですし。ベル、風評なんかには負けません。その息よ。あなたにはお礼を言わなければね。ああ、お礼ですか。なんで。まさか日頃怒らせてきた私への返礼というわけですか。いやなんでそうなるの。ただのお礼よ。私は多少怒りっぽいところがあったけれど、あなたのおかげで改善した気もして、ありがとう。って全く聞いていないわね。もうダメです、5年分の恨みつらみを受けてしまうんです。お助けを。ベルナデッタ、落ち着きなさい。私はありがとうと言っているの。私、また話を最後まで聞けませんでした？ええ、そうね。でも謝らなくていいから。ほら、植物の世話続けましょう。
ありがとうございます。これからもよろしくね、ベルナデッタ。よろしくお願いします。あ、これもう少しで咲きますねどんな花が咲くのかしらね。武具の手入れ中か。余念がないな、ペトラ。フェルディナントですか。武具、手入れ、とても大切。あ、その通りだな。その武器、ブリギットのものかね。いいえ、ダグザの武器です。ブリギットの人、よく使いました。そうか、珍しい形状だとは聞いていたが、実際に見るのは初めてだな。ダグザ、武具や武術、様々流入しました。ブリギットの戦い方、影響されます。なるほど、ブリギット諸島は西方のダグザ大陸から影響を強く受けたのだな。異国の戦い方というのも気になるな。よければ教えてくれないか。承知ですが、武術、説明困難です。私たち組み合うしますか。実際に見せてくれると。それはありがたい、受けて立とう。では行きます。ペトラ、ここまでにしよう。あなた、ダグザの武術わかりました。ああ、身をもってな。正直フォドラの外の技術と侮っていたよ。足運びや体軸のずらし方に独特の技術があるのだな。これは実戦でも有効だろう。それに君も相当に鍛え抜かれている。拳での突きが槍のような鋭さだったよ。戦う技術、ブリギットより必要です。ダグザとフォドラ挟まれています。王族の前、私一人の戦士です。戦わなければ生きる、守る、できません。以前帝国は侵攻してきたブリギットとダグザの連合軍を散々に撃退した。しかしその勝利は地の利と、おそらく手運があってのものだったのだろう。君を知って私はそう思うよ。知る前に見くびっていた自分を恥じねばなるまい。私もフォドラ来て様々知って恥じています。無知勝る無知ありません。互い研鑽し進歩しましょう。ああ、共に進もう。我々はいつだって前を向かねばならない。ドロテア、私一つ聞きたいことあります。あら、何かしら。何故あなたガルグマク来ましたか。あなたの目的みんなと違うですよね。そうね、みんなは貴族の跡取りだったり出世を望む野心家だったりしたものね。士官学校に入学した時から私だけちょっと毛色が違っていたかも。私、玉の輿に乗りたいのよね。いつまでも歌姫ではいられないでしょ。それにずっと帝都にいるよりはいろいろ見聞を広められるかなって。だからここでいろんな男に声をかけていい人がいないか探してるのよ。玉の輿、宝石座るですか。硬そうですが
ぼんやりわかります。まあだいたい合ってるわね。しかしあなたは私よくする、大変ありがたいです。なぜ私声かけてもらえますか。玉残しできない相手です。別に損得とは関係ないところで付き合う相手がいたっていいでしょ。なんとなく仲良くしたい、それだけじゃダメ。いいえ嬉しいです。私も仲良くする望みます。しかし私あなたと同じ損得付き合う相手考えます。あらそうなの、私と一緒なのね。けれども私もドロテアと仲良く望みます。理由わかりません。それはあれかしら、帝国貴族に苦労させられた同士とか。確か私苦労しました。あなた苦労した同士、同士でしたか。やっぱりそんな気がしてたのよね。もうこれは心の友と言ってもいいわ。もっと仲良くしましょう。